皆さんおばんです。岩手希望チャンネル MC のフジポンです。おばんです。岩手県知事の達増拓也です。ようこそこの番組を今日もご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。さあ、私たちも今日はマスク姿ということなんですけれども、はい、連日新型コロナウイルスに関するニュースが多く取り上げられています。今日初めは新型コロナウイルス感染症対策について知事から県民の皆様へメッセージをお願いします。県では帰国者感染者外来や帰国者接触者外来や帰国者接触者相談センターの設置により感染が疑われる事例についてのさまざまな相談にきめ細かく対応し、必要に応じて検査治療へと円滑につなげていく体制を取っています。また県民の安全安心に密接に関係する各分野の団体と連携し、社会経済への影響が少しでも抑えられるよう対応を取っています。幸いこれまで岩手県内における感染は確認されていませんが、県民の皆様には次のことをお願いしたいと思います。自分自身と周囲の方を守るため、手洗い、咳エチケットを正しい方法で徹底していただくこと、風邪のような症状がある場合には無理をせず会社、学校などを休み、外出を控え、発熱や呼吸器症状が続く場合には帰国者接触者相談センターに電話で相談いただくこと、そしてマスクについてですけれども、これは全国的に不足している状況にあります。国が業界団体に増産を要請し、また医療の現場など優先度の高いところから供給することとなっていますので、これはなかなかこう普通の暮らしや仕事の現場にはこの使い捨てマスクというのはこうなかなかこう回ってきませんし、こう買うのは難しいので、この布マスクですね、手作りマスクですね、今つけているのはお手拭きマスクと、はい、なんかこうパッケージについてましたが、一ノ関の京屋さんが作っている手ぬぐいマスクですね、はい、こういうのがいろいろ作られたり売られたりしています。使い捨てマスクが安定して供給されるまでにはもう少し時間がかかりますので、こういった布のマスクの活用というのがこう今現実的というところであります。県民の皆さんには適切な情報に基づいた対応を心がけていただくとともに、ご自身と周囲の方々を守るためにご協力をよろしくお願いいたします。ここで改めて手洗いや咳エチケットについてお知らせします。コロナウイルスは咳などによる飛沫感染やウイルスで汚染された手や指などを介して接触感染するとされています。予防には季節性のインフルエンザと同じように手洗いや咳エチケットが重要です。正しい方法での手洗いや人が集まるところではマスクをつけるなどしてウイルスの感染を防ぎましょう。先ほどからね、はい私の声聞こえますもぞもぞしてますよね。まあ、大丈夫だと思いますけど、はい、この、ね、布マスクについて先ほど知事からもお話がありましたけれども、今日私たち先ほどまでねこれをつけていた可愛らしい、はい、これ結構プロっぽい、はい、プロっぽいのはクラフトなんですけれども、あ、そう、取ったらまたマスクプロっぽくないマスクがそーっと出てきてましたけれども、純粋手作りなんですか。これは私の手作りで、はい、一つも縫ったりなんだりしてません。折っただけ、折ってゴムつけただけです。それもすごいですね、すごい、はい、クイック、はい、しかもちゃんとね、ワンコ兄弟の推奨されるかも、好きなハンカチを選んで作れるということで、はい、はい、私のやつは妻の知り合いの方がパッチワークを習ってるパッチワークの先生がこう作ってくれたものでありまして、すごく本格的でちょっと恥ずかしいんですが、はい、私の、はい、でもなんかこうやって、まあ、本当に医療用の、もうそろそろ熱ないんで撮ってもいいですか。そうですね、すいませんちょっと喋りづらかった、はい、気持ちはこういう感じで、はい、行きたいと思いますけれども、産直道の駅とかでもこう、はい、結構売ってるところもこう出てきてますので、あと作り方はこう、うん、インターネットで紹介しているのもたくさんありますので、はい、やってみるといいと思います、ね、そして今日こちらご提供いただいたんですけれども、一ノ関の京屋染物店さんからご提供いただいているということで、医療用のマスクが必要な方たちに届くように、はい、私たちは使い続けるマスクを利用していきたいですというメッセージをいただいております。でこちらのマスクの売り上げの一部は新型コロナウイルス感染症対策のために有効に使ってもらえるところに寄付されると
というお話でした。はい、はい、いや本当にね、今すごく大変ですけれども、はい、ね、楽しみにしていたイベントなんかもね、どんどんなくなっちゃって寂しい方もいらっしゃると思いますけれども、うん、こういう時だからこそできることもたくさんありますので、今日はね希望チャンネル見て、はい、ぜひ参考にしていただければと。手を洗って頑張りましょう。はい、そうですね、しっかりアルコール消毒もしてきました。あの入り口で、あのすごいいつもよりすごい早くアルコールがなくなるって警備員さんが言ってました。みんな真面目にやってくれてありがたいです。しっかりできることをやっていきましょう。はい、さて今年の3月11日で東日本大震災から丸9年が経ちました。岩手県では震災以降毎年沿岸市町村と合同で追悼式を行っており、今年は釜石市で行われました。当日は新型コロナウイルスの感染拡大に伴って追悼式の規模を縮小して行いました。当日参加できなかった方もいらっしゃると思いますので、追悼式の様子をご覧ください。それでは岩手県知事田須拓也より式辞を申し上げます。式辞。東日本大震災津波から9年となる本日、岩手県と釜石市の合同追悼式を挙行するにあたり、尊い命を失われた方々の御霊に岩手県民を代表して謹んで哀悼の誠を捧げます。私たち岩手県民は犠牲になられた方々のふるさとへの思いを受け継いで、この東日本大震災津波の事実を踏まえた教訓や復興の姿を後世や国内外の人々に伝えながら復興を進めていかなければなりません。今、岩手の被災地では平成28年台風第10号、昨年の台風第19号による災害も乗り越えながら復旧・復興の歩みを進めています。ここ釜石市でも宅地の整備をはじめとする暮らしの再建、東北横断自動車道釜石秋田線や三陸沿岸道路の開通などの復興事業が進むとともに、釜石港コンテナ物流の拡大などの産業振興、三陸鉄道など台風災害からの復旧が進められています。さらには東日本大震災津波の際に諸外国が称賛するような危機対応の姿勢を岩手を含め日本の人たちが示したその経験を、今回の新型コロナウイルス感染症対策にも生かして危機を克服してまいります。式辞。本日ここに東日本大震災津波岩手県釜石市合同追悼式を挙行するにあたり、大震災犠牲者の御霊に対し釜石市民を代表し謹んで哀悼の言葉を申し上げます。市民一人一人が夢と希望を持って生き生きと暮らせる町釜石の実現に向け、引き続き決してたわむことなく屈することなく復興の道を歩んでまいりますことを、この9年目の追悼式にあたり改めてご礼前にお誓いを申し上げます。それではこれより東日本大震災によって犠牲になられた方々の安らかなるご冥福をお祈りいただきまして、ご参列者代表の皆様による献花をお願いいたしたいと存じます。釜石市で行われました合同追悼式の様子ご覧いただきました。震災から9年が経ちましたが、もう9年という方もいらっしゃれば、まだ9年という方も、ね、いらっしゃると思います。はい、岩手はこの
沿岸地方こう平地も少なく、高台移転とかあるいは平地のかさ上げとかこう復興に時間がかかっているところもこうありまして、まだ仮設住宅でこう生活してらっしゃる方々もこう岩手には残っているんですけれども、誰一人として取り残さないという理念を持って、被災された方一人一人の復興を成し遂げられるように復興を進めてまいります。さあ、岩手希望チャンネルなんですが、今日は特集を2本立てでお送りしていきます。まずは東日本大震災津波伝承館についてです。今日はゲストの方に来ていただいております、はい、小笠原慎也さん、どうぞ、うん、はい、どうぞ、うん、よろしくお願いします、はい、お番です。お番でございます。それではマイクを持っていただきまして、はい、自己紹介をお願いいたします。はい、東日本大震災津波伝承館の小笠原と申します。普段はですね、展示内容の解説ですとか、あとはイベントの企画運営とか、あとは広報を主に担当させていただいております。はい、で今日ですね、はい、うちの隣に道の駅陸前高田松原がありまして、お土産買ってまいりましたので、はい、嬉しい。スタッフの皆さんぜひ召し上がりいただければと思います。奇跡の一本松カステラとバームクーヘンが、フジポンさん食べやすいように高包装タイプになっておりますので、はい、それ先月のちょっと汚かったやつの、拝見しております。あ、申し訳ございません。気使っていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。後でゆっくり皆さんでね、いただきたいと思いますけれども、ということで今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日は小笠原さんをお迎えいたしまして、東日本大震災津波伝承館について紹介していきます。こちらは知事が館長さんになっていらっしゃるんですよね。はい、館長は私です。はい、はい。東日本大震災津波伝承館、これは犠牲になった方々の追悼と鎮魂のために、国県陸前高田市が連携して、作っている高田松原津波記念、津波復興記念公園の中の、震災伝承施設です。震災の記憶と教訓を後世に伝え、また国内国外に発信する拠点でありまして、東日本大震災津波について学習する拠点でもあります。はい、こちら伝承館にはいろいろな展示があるというふうに聞いたんですけれども、はい、どのような展示があるんでしょうか。はい、命を守り海と大地と共に生きる、二度と東日本大震災津波の悲しみを繰り返さないためにという大きなテーマを設けておりまして、はい、歴史を紐解く、事実を知る、教訓を学ぶ、復興を共に進めるという4つのゾーンから構成されております。一つ一つちょっとゾーンを簡単にご説明をさせていただきますが、はい、まず最初の歴史を紐解くですね。こちらについては三陸沿岸を襲った過去の地震、それから津波を振り返りながら、これまでどういった津波対策が行われてきたのかというようなところをご覧いただきます。次に事実を知るのゾーンですけれども、こちらは実際に被災をした大型の被災物ですとか、津波の映像ですね、今までの災害ではなかった津波の映像を実際にご覧をいただくことで、東日本大震災津波というものが実際どういうものであったのかということをご覧いただきます。で、3つ目の教訓を学ぶですけれども、こちらは当時の人々の行動から命を守るための教訓を学んでいただきます。最後に復興を共に進めるですけれども、こちらはこれまでの教えに対する感謝の気持ちと、それから復興に向けて進む被災地の姿をお伝えするゾーンになっております。なるほど、そういう4つのゾーンに分かれているということですね。やっぱり、ね、事実を知るっていうところはすごく大切ですし、実際にこう見てみないとっていうところも、意外とまだ見たことがなかったっていう方もいらっしゃいますし、広い地域に被害が及んでますし、いろんな分野がこう被害を受けていて、こう地元、岩手の人でもこう行けば新しい発見がありますし、はい、またこの被災地に初めてっていうようなこう人たちにとっては非常にこうためになる、そういう施設ですね。はい、それではここで東日本大震災津波伝承館を紹介する動画がありますのでご覧ください。
はい、こちらのゾーンでは地震と津波が起きる仕組みや東日本大震災が起こるまでの津波災害の歴史を紹介しております。ここからのゾーンは、東日本大震災津波の事実と、実際の被災物の展示による、紹介をしております。こちらは東日本大震災津波で陸前高田市にて被災した気仙大橋の橋桁でございます。このように直角に曲がって、津波の脅威をお伝えしております。こちらは田野畑村で被災した、消防車でございます。津波の脅威を伝えるとともに、消防団員の方の、犠牲者と、活動の在り方を示しております。こちらのシアターでは震災当日の様子、沿岸12市町村でどのようにして津波が襲ってきたのかを紹介しております。ここからのゾーンは教訓を学ぶエリアです。東日本大震災津波が発生した時に命を守るために命を救うために人々がどう行動したのか、この大災害とどう直面してきたのかということを紹介しております。はい、東日本大震災津波において史上最大10万人体制にて自衛隊は活動いたしました。こちらのお部屋は国土交通省東北地方整備局の、震災時においての災害対策室を、移設復元し再現したものです。当時、道路が瓦礫で塞がれていたところを、緊急車両を通すために、道路警戒していた作戦クシュナ作戦の映像をご覧いただけます。こちらは、東日本大震災津波が発生してから5年間の出来事を年表やイラスト、被災者の証言などを通じて紹介しております。ここからのエリアは、生きるための避難です。改めて避難についての重要性を紹介しております。ここからのエリアは未来を作るエリアです。自然災害に強い未来を作るためにご一緒に考えていただくエリアでございます。岩手津波メモリアルの展示テーマは命を守り海と大地と共に生きるです。三陸地方は昔から津波災害に遭ってきました。同じような悲劇を二度と繰り返さないために、自然災害について学び、日頃から備えていくことが重要です。はい、ということで、紹介の動画を見ていただきましたけれどもね、この去年の9月に22日にオープンしたということなんですが、はい、東日本大震災津波伝承館オープンからこれまでの取り組みや 来館者数についても教えていただけますか。はい、開館からですね、まもなく半年を迎えるところですけれども、はい、ありがたいことにおかげさまで13万人を超える非常に多くの来館者の皆様にお越しいただくことができました。はい、で昨年はラグビーワールドカップなどもございましたので、海外からのお客様も多く足を運んでいただいております。で当館の解説員の中にはですね、英語に対応できるもの、それから中国語での解説ができるものがおりますので、やはりこう日本に来て母国語でこう解説を聞けるっていうことで非常に皆さんのですね理解が高いのと、あとは非常に満足度も高く、はい、なってるなというのを拝見しております。でもそうやって海外の方たちも岩手に来たことをきっかけに、そうやってこういうね東日本大震災について知りたいっていう気持ちがあって来てくださってるんですもんね。そうですね、非常に熱心にといいますか、時間を使ってご覧いただいてるなという感じがありますね。あとはご修学旅行の学生さんたちもいらっしゃってるんですか。はい、そうですね、まだ本格化するのはこれからかなと思っていますけども、すでに早いところだと、いち早くご予約をいただいてお越しになられているところもございますね。うん、関西だとやっぱり200人300人という数でいらっしゃいますので、そこについては私たちもまだこれからどうこう上手にご案内をするかというのはまだまだ課題かなというところは思いますね。まだまだ課題がありつつも、でもこうたくさんの方に知っていただけるようにこれからもですね、いろいろと対策をしていくということですね。はい、さあ小笠原さんはいつも解説を、はい、このね津波伝承館の中でやってらっしゃると思いますけれども、はい、なんかこう
心に残ったこと、印象に残ったことっていうのは何かありますか？そうですね、はい、来館者の中にはですね、津波の心配のない内陸からお越しになられる方って、まあ、当然結構いらっしゃるわけなんですけれども、そういった方々にですね、これからご案内しますよという段階で、できるだけその津波っていうのをこう自分事として捉えていただきたいということを考えておりまして、ちょうどエントランス入り口にですね、津波の避難経路図のご案内をするパネルがございますので、そこで必ず最初にご説明させていただくんですが、今皆さんがいらっしゃる場所は東日本大震災津波当時の津波の浸水区域ですということ、それからまだ防潮堤水門工事中ですので、今津波注意報とか津波警報が発令された場合には皆さんにも実際に逃げていただきますということを必ずお話をしています。そうするとですね、やはり皆さん分かってるつもりでも改めてこう言われるとちょっとこうピリッとするといいますか、若干意識が変わるのかなというところはございますね。そうですよね、やっぱね、いつもはこう内陸というか、そのね、津波の心配がないところに住んでいるとしても、ね、もしかしたら今この瞬間にはねえ、もしかしたら沿岸の方に行ってる時に来るかもしれないですし、ね、浸水可能性ある地域ところにいるということで、なんかこれまでの、ね、なんか流れを見てると何が起きるか、ね、今の状況ももちろんですけど分かんないことがたくさんあるので、ね、やっぱりいろいろな想像力を膨らませて体験してみるっていうのもすごく大事なんです、ね、自分だったらどうするかっていうことをこう本気で考えてもらうといいんだと思いますね。でそれは今のこの感染症対策にも役立つことだと思います。はい、他の、ね、周りの方たちの思いやりとかもそういうところからいろいろと、ね、生まれてくるものかもしれないですね、はい、さあそして震災から9年を迎えまして、震災の風化が心配されています。今後ますます震災を伝えていくことが大事になると思いますが、伝承館ではどのような取り組みをしていらっしゃるんでしょうか？はい、そうですね、今日はこれまでにやってきたイベントをちょっとご案内をさせていただきたいと思うんですけども、はい、直近ですとですね、このちょうど3月11日先週迎えましたので、そこを含んだ1週間ですね、岩手日報さんと協力をしまして、3月11日を大切な人を思う日にという取り組みやられていまして、ね、こちらの企画展をですね、やっております。この取り組み、その趣旨に賛同する方からご署名をいただくということで、はい、多くの著名人からいただいていると、岩手が生んだスーパーアイドル藤井高校さんからもご署名があったというふうに、伺っておりますけれども、藤井の時ですね、まだありがとうございます、はい、他にも、はい、ちょっといくつか今日ちょっとありがとうございます、当時のその時のチラシをですね、はい、パネルでお持ちしましたので、ちょっとご覧いただきながらということで、はい、はい、一般的なところでですね、まずこちらですね、ごめんなさい、大丈夫ですか？大船渡津波伝承館の館長さんを、斉藤館長を迎えした講演会というものを開催させていただいたりですとか、はい、これは去年の11月、そうですね、はい、それからですね、こちらがですね、今度伝承館とあとその周りの復興記念公園のガイドツアーというのを、設計事務所の方に来ていただいてやりました。私もですね、解説をしててお客様から何回か言われたんですけども、広島の平和記念公園に似てるっていうご指摘をいただきまして、行かれたことってあります？修学旅行で行きました、はい、私もですね、本当に似てるのかなと思って、この間行ってきました、見てきました、似てますね、はい、そうですよね、いろいろな展示もされてますもんね、そうですね、で公園自体もですね、お話を聞くと、やはり軸というのをすごい意識をされて作られているようで、向こうですと資料館からちょうどこう原爆ドームまでが一本の軸になっているように、うちの公園ですと当館建物のちょうど中央の部分からこう海を望む場までがこう一本の軸になっているような形で、非常に似ているということでお話をいただいております。はい、それからですね、次のものになりますが、はい、よいしょ、はい、ちょっと一回見ますか、はい、こんな感じで、とですね、まず12月にやったものですけれども、映画の上映会ですね、ちょっと講演会とかってなると肩肘張って参加しなきゃいけないのかなというところがありますけど、もう少しこう気楽に参加していただきたいということで、陸前高田にある漂流ポストというものがございまして、こちらを題材にした映画がですね、30分の短編ですけども、国内外の映画祭で非常に高い評価をいただいているものですね。こちら監督様からご好意をいただきまして、無料で上映会を開催させていただいたということですね。それからもう一つこちらがですね、こちらは岩手県が
が2017年に制作をした復興ドラマですね、はい、こちら日本上映会を開催させていただいて、この時はですね、なんとご出演されていた俳優の横道剛さんがですね、うん、急遽実際に現場に来ていただいて、舞台挨拶と、あとは吉浜のお雪という紙芝居の上演をやっていただいて、実は紙芝居の上演が一番評判が良かったっていうですね、さすがプロだなと、はあ、もう危機迫るその紙芝居で皆さんの涙涙でご覧になられてたりというようなこともございましたね。でこういった上映会関係はですね、非常に多くのお客様にお越しいただいているんですが、はい、特にもご年配の方が非常に多くご来館いただいております。で私どもとしましては、はい、その伝承というものですので、未来に向かって伝承しなきゃいけないというところを考えまして、もう少しこう若い世代の皆さんにも来ていただきたいなというふうに考えまして、またこんな取り組みをちょっとやってみましたというものを用意しました、はい、まずこちらがですね、釜石大槌で、高校生が震災伝承活動を取り組んでいるということがございましたので、はい、その高校生の皆さんにお越しいただいて報告会、それからまあ展示のパネルですね、というものをやらせていただいております。それからもう一つがですね、こちらですね、これもちょっとこう黄色が違うんですけども、子育て世代をターゲットに、まあ、楽しく遊びながら、気がついたらこう防災知識も身につくというような、ちょっとこう、まあ、遊んで学べる防災ゲームみたいなものをですね、地域の子育て支援の団体さんと一緒に手を組んでやらせていただいたりということでですね、ちょっとこういう毛色の違うものもまた取り組んでみたりとかしております。おかげさまでですね、どのイベントも非常に好評をいただいているところですね、はい、本当にこれからもじゃあこういういろんな、ね、角度からこう防災も伝えていこうということですね、はい、そうですね、これからもまたいろんなアイデアを出しながらやっていきたいなと思っておりますけれども、はいはい、今日ですね、せっかく館長が横にいらっしゃるので、うんうん、はい、ちょっと館長にですね、こんなイベントどうでしょう、イベントっていうかこんなこと考えてるんですけど、ね、用意してまいりましたので、ちょっと見ていただこうかなと思ってですね、はいはい、これはまあイベントではないんですけれども、県内のすべてのこう中学生が一度は伝承館に訪れるということをですね、実現したいなと、これを何年ってこう続けていくと岩手県民全員伝承館を通るっていうことができるんじゃないかなと思って、こういうのもですねぜひやってみたいなと、で、まあ、これは実際に実現するためにはどうしたらいいかってちょっと考えたときにですね、岩手県の教育委員会さんから全すべての中学校に、バス代の助成をしていただけると非常にいいのかなと、なるほど、今年度ですね、実際にもう県内のいろんな学校から足を運んでいただいているんですが、お話を聞きますとですね、やはりこう、まあ、バス代助成とかが出てる学校さんというのは非常に動きやすいということでお声いただいておりますので、ちょっとこういったものですね、はい、一つのアイデアとしていかがでしょうか、館長という話ですね、うんうん、はい、やはりこの伝承館というのはこのものがあっていろいろ説明が書いてあって、その置いてあるもの、かけてあるものをこう見る、読むだけでも、まあ、得ることは多いし価値はあるんですけれども、こういうプラスアルファのいろんなイベントを通じて、やはりこう伝えたい側のそういう伝えたいってい こう熱を伝えていくっていうことがやっぱり大事だと思うんでですね、ぜひこの調子でやってほしいと思います。実はもう一個あるんですけども、はい、すごいプレゼン力熱を伝えるということで、はい、やはり伝承館はこう、うんうん、認知度を高めていきたいということでですね、うんうん、特にもその関東、まあ、東京から西側といいますか、うん、人たちに知っていただくために、うん、まあ、広告を打つというのも一つの手ではあるんですが、ぜひですね、こう我々解説員が出張してですね、行って直接こう伝承館の、まあ、スライドだとか映像をそれこそご覧いただきながら、こう解説をして知っていただくという取り組みをですねやりたいなと。実はこれですね、1月に県の福岡事務所とすでに連携してですね、トライアルをやっておりまして、福岡に道の駅夢プラザっていうアンテナショップございますけども、あそこのイベントスペースをこう活用してやらせていただいて、で福岡事務所が現地のマスコミにも投げ込みをしていただいて、でテレビと新聞とそれぞれ取り上げていただいて、そういう意味で言うと、まあ、パブリシティにもつながるし、実際来館したその時来場いただいたお客様の中で私が知ってるだけでも2人
すでに伝承館に来てます。すごい、まあ、福岡なんかだとやっぱ飛行機で直で一本で来れますし、そういう意味でですねこういった取り組み、特にも県ですとあの観光課とか流通課があの国外でもイベントやっておりますので、そういったところに例えば台湾とか上海のイベントに中国語ができる解説員を派遣して現地の言葉で直接解説をするなんていうと、あここに行けば直接こう自分たちの言葉で解説してもらえるんだなっていうのを知ってもらう意味でもいいんじゃないかなと思って、ね、また本当にどうしても行けないっていう方もいらっしゃるかもしれないですからね、はい、そういう方にも、ね、知っていただく機会になるかもしれないですよね、そのためにぜひあの旅費をお願いしたいということ で、ね、はい、やっぱりそこになっちゃいます、はい、岩手県陸前高田市にある施設ではあるんですけれども、うん、これは広く日本の全ての人のため、またあの海外の人のためにもこう役立つものとしてこう作って運営してますんで、ね、そういう気持ちでやりたいと思います。はい、やっぱりねこう9年経つとやっぱり自分も感じる部分、やっぱりちょっとあの時の本当の怖さとかっていうのがやっぱり少しずつ薄れてきてるなっていうのは感じるので、やっぱりねそういう風にならないためにも、ね、こう機会があるごとになんかもう中学生だけじゃなくて岩手県民はみんな行くみたいなところにしたいですね、うん、自分たちのものだと思ってもらうといいですよね、うん、そうですね、はい、特に、ま、あの入館料が無料というところもございますので、はい、特に近い方に関してはその1回だけじゃなくて何回も足を運んでいただくと、そうですね、気づきがたくさんまたねそこであるかもしれないですからね、はい、はい、ぜひ皆さんも東日本大震災津波伝承館行っていただきたいと思います。防災への意識を高めるだけでなく得た知識をですね、そして周りの方にねどんどん私たちも伝えていくというところが大事だと思います。本当に今日は小笠原さん貴重なお話を、そしてプレゼンまでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。熱いねお話をお聞きしました。はい、ここまでのお時間は東日本大震災津波伝承館の紹介でした。続いてはですね、岩手県が発行する雑誌岩手ダヴィンチを紹介します。こちらも今日はゲストの方にお越しいただいていますよ。それではお入りください。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。お二人に来ていただきました、菊池康友さん、そして中田治さんです。よろしくお願いします。はい、こちらがね岩手ダヴィンチなんですけれども、はい、はいはい、ではマイクをお持ちいただきまして、まずはお二人自己紹介をお願いします。はい、陸前高田市から参りました、生姜農家をしております菊池康友と申します。よろしくお願いしま す。そして、編集入ってます？入ってます、入ってます、大丈夫です。編集の方を担当しました、県庁の定住推進雇用労働士の中田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、もうねこのかっこいい表紙でドキドキしてらっしゃる方も多いと思いますけれども、はい、こちらがね岩手ダヴィンチなんですが、表紙はなんとかっこいい綾野剛さん、はい、かっこいいですね。はい、でこれは岩手ダヴィンチもう表紙だけでちょっとえって思うんですけれども、どんな目的で発行されたんですか？はい、県内就職、また U ターン、I ターン、そして移住をこう促進するため、岩手で働き暮らす魅力を紹介する情報誌として作りました。去年は同じ趣旨で岩手ウォーカーというですね、はい、あのノンさんことノーネンレナさんが表紙になってあったんですけれども、今回は岩手ダヴィンチということで、この雑誌ダヴィンチと地方公共団体とのコラボは全国初ということでありまして、これから就職や進路を考える高校生や広く若者の皆さん、また岩手に U I ターンを希望する人に見ていただいてですね、この働くなら岩手、暮らすなら岩手ということをこう感じていただければと思って作りました。はい、もうね書店で見たやつだというコメントもいただいておりますが、今ね本屋さんに行くとすごくたくさん並んでますよね。はい、はい、こちら編集にも携わったという中田さんからもこの岩手ダヴィンチについて教えていただいてもいいですか？岩手ダヴィンチですけれども、制作の方は、出版社の、門川さんの方にお願いしまして、作成いたしました。ちょうど約1ヶ月前になりますけれども、2月14日に販売というふうなことになりましたけれども、2月14日といいますとバレンタインデーというよりはむしろですね、岩手に関連する営利のですね映画のちょうど公開日というふうなところに合わせてですねちょっと作ったというふうな形になっております。綾野剛さんもね出てらっしゃいますもんね。
県内の、書店あるいはコンビニあるいは、まあ、ネット通販等でもですね購入できます。一部、税込みで808円というふうになっております。さらに、県内のですね、高校1、2年生すべての方にですね、うん、学校を通じまして配布しておりましたので、あ高校生の方はご覧いただいているんじゃないかなと、全員にお配りしているということですね。はい、ではこの岩手ダヴィンチの見どころも中田さんに教えていただきたいと思います。見どころですけれども、はい、やっぱり表紙の綾野剛さんとかですね言いたいんですけれども、うん、それよりもですね、今回いろいろ取材 してみまして、岩手県にはですね、あこんなにもその U ターン I ターンをされている方なりですね、うん、あるいは孫ターンをされている方がいっぱいいらっしゃるんだなというふうなことを、孫ターン、ちょうど自分の親じゃなくてさらにその上ですね、はい、おじいちゃんおばあちゃんが、岩手出身だというふうなところがあって、戻ってこられている方もいらっしゃるというふうなところともをすごくですね今回取材して感じました。そういったところをですね、多くより多く取り上げたつもりでしたので、そういったところを見ていただければなというふうに感じております。私も読ませていただいたんです。本当に読み応えがあって、そうですね、ね、岩手ってすごい方がたくさんいるんだなって、岩手でまだまだこういうこともできるんだなっていうこともねすごく感じる本になってますよね。はい、そして今日お越しいただいた菊池さんは、はい、その孫ターン、はい、という言葉をね私はちょっと初めて聞いたんですけど、はい、孫ターンで、孫ターンです、はい、いらっしゃったということなんですけれども、はい、本当は千葉県の、そうです、もともとは千葉県の千葉市出身でした、うんうん、はい、でおじいちゃんおばあちゃんが、そうですね、岩手にいらっしゃった、陸前高田、陸前高田で、うーん、はい、なんでこう帰ってこようと思われたんですか。帰ってっていうか、まあ、初めてですよね。はい、そうですね、うん、でやっぱりきっかけというのは自分が生きている時にああいう大きい震災という災害があって、やっぱりちょっと思うところありまして、で、まあ、僕のルーツといいますか、やっぱ母方のおじいちゃん、うん、おばあちゃんの家が岩手ということで、当時まあ30歳の時に思い切って、まあ、これからは岩手のためと言ったらおこがましいんですけど、まあ、何か役に立ちたいなと思って移住を決意しました。小さい頃はじゃあ陸前高田には、そうです、もちろん夏とかお正月はおじいちゃんおばあちゃん家の方に遊びに来て、やっぱり高田松原で海水浴なんかも行った思い出は残ってます。じゃあのいっぱいの松を見てたんですね、はい、小さい時はそこで海に入って遊んでた、はい、で今はもともとは全然、 今は何をされてるんですか。今は生姜農家をしております、はい、あ、そうか、生姜農家さんなんですけど、はい、もともとは全然、もともとは、はい、全然本当に畑違いの仕事をしてまして、はい、建築関係の仕事で内装業をしてたんですけども、でやっぱりそれが、まあ、ちょっと都会の一等地でこうタワーマンションみたいなところが多くて、うん、やっぱりその都会のきらびやかな景色を見、景色と自分のその家族とか親戚が住んでいる土地のそのギャップがすごくて、うん、そうですよね、うん、このままでいいのかなっていう葛藤が、うん、2年ぐらいありました。うん、で実際にもうじゃあ行こうと決めた、そうですね、はい、決めて、はい、来られて、はい、もう何年経つんですか。2014年に移住したので今年で6年目になります。うん、6年目でもうずっとこの生姜を作ってらっしゃるんですか。そうですね、まあ、最初から生姜を作ろうっていうわけではなかったんですけど、うん、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんも僕が行った頃にはもう亡くなっていて、やっぱり畑もあったんですけど、どんどんこう荒れて有給農地っていうものになっていて、これ非常にもったいないなと思って、何かここでできることはないかなと考えて、まあ、出会ったのが生姜でした。ね、実はこの漫画にもなってるんですよね、はい、菊池さんは、はい、このようにどうして生姜農家になったのかっていうところも、はい、ねえ、ありがとうございます。素敵ですね、杉山さんの、はい、はい、イラストなんですけれども、再現、忠実に再現されてる、ね、かっこいいですね、はい、そっくりですね、はい、はい、今は生姜農家をやられてっていうことで、はい、いろいろな商品も作ってらっしゃるんですよね。はい、そうですね、はい、はい、どんな商品作ってるんですか。こちらにもある目の前に生姜の、はい、ここにはい、はい、パウダーなんかも、そばちが作ったみたいになってますけど、はいはい、三陸ジンジャー、はい、作っておりました。粉、お、粉三陸ジンジャー生姜、はい、で生姜なんですけど、まあ、三陸で作っているということで三陸ジンジャーとい こう名前をつけて、うん、ブランディング化で、なんかかっこいいですね、レンジャーみたいな、ね、ヒーローみたいな三陸ジンジャー、ビシッ、ね、ビシッ、うん、ですね、はい、
名前をじゃあそのブランドの名前にそうですねして、はい、いろいろな製品を、はい、ブランドにして展開していきたいなと思っておりました。はでこうあの生姜って名前じゃなくて神社っていう名前つけたのもちょっと意味がありまして、はいはいはい、あの神社ってもちろん訳すと生姜なんですけど、うん、他にもちょっと意味がありまして、はい、ご存知でしょうか。神社、ええ笑いのすいません、はい、ごめんなさい違いますよね。あの実はこう生姜って、はい、あの元あ神社って元気とか活発にするっていう意味もあるそうなんですよね、そうなんですね。で、まあ、僕はこう自分の思いとして、まあ、生姜で神社でこう、うん、三陸地域を元気づけられたらいいなと思って、うん、そういうネーミングにしました、うん、なるほど、はい、そういう意味もあったのは知らなかったので。でもね本当に結構体ポカポカになって、はい、体にもいいって言いますもんね、はい、でパウダーにしたらなんかいろんなお料理とか楽に使えそうですよね、うん、はい、そうですね。やっぱり結構あのフジポンさんおっしゃるように女性の方結構冷え性の方多くて、うん、生姜大好きっていう方、うん、多くいらっしゃるんですけど、ただこうするのが手間だとっていうことでその、あの煩わしさを解消していつでもこう手軽に簡単にこう食べていただけるようにという願いも込めてというか、うん、こういう形に、ね、そうなんですね、しております。すごい今日ジンジャーの香りがね、そのお部屋にちょっと漂っているんですけどなぜかというとそれは、はいはい、何かがあるっていうジンジャーティーが作られているのですね、はい、そうなんですね、はい、お、来ました、いいですか一回じゃあちょっとホットジンジャーホットジンジャー、はいはい、えこれはこの粉を、粉ではないんですけどこれはあの、はい、まあ、自家製のジンジャーシロップを作りましてシロップでそれをお湯で割って香るいただいたものになります。はい、でこう、まあ、僕陸前高田に住んでるので最後にこう北限の柚子をキュッとひとしめます。あ、じゃあ柚子も有名ですね、はい、では召し上がってください。冷めないうちにいただきます。はい、うん、これは効きますね。おー、うん、あったまりそう。え、これシロップなんですか、うん、はい、なんか本当生の生姜が入ってるような、うん、ええ、ビリッときます ね、はい、ですね。くるくるアルコール入ってません、うん、残念ながら程よく冷めているのでぐいぐいいけるんですけど、そうですね、冷めているけどこうすごい温まりそうな感じ ですか。ありがとうございます。でも本当に、うんうん、ね、それこそお酒とかにもいいんじゃないですか。神社入ってるお酒ありますよね、カクテルとか ね、 そうね、誰に言ってるんでしょうか私であのお好みでこうおいしょうがこの粉をおいしょうがおいしょうがしていただいたりしてもより温まるかと思います。あ、おいしい、なんか本当にポカポカ、体がポカポカしてきましたし、ね、なんか今コメントにもありましたけど、はいはいはい、免疫上がりそう。あ、それもいい、はい、うん、本当に上がりそうな気がしますし、今求められているもの、はい、このご時世にぴったりの、はい、じゃあシロップ入れるだけでこうやって簡単にそうですね、はい、作れるんですね、はい、わー、うん、おいしいですし体も、はい、温まって体にいいですし、うんうん、最高ですね。実はあの こちらのパンフレットに、あ、もうレシピが、レシピがシロップのレシピも載っておりますので、本当だ、はい、店舗なんかでもあの手に取っていただいてこう誰でも手軽にご家庭で作っていただけるようなるほど、ね、しょうがないなって言いたかったんですけど、ね、どうしても、ね、言いたかったんですけどしょうがなくなかったです。本当に美味しくて、はい、ね、実際菊池さんはこう岩手に住んで、はい、こう活動されているわけですけれども、はい、どうですか実際岩手に住んでみて。そうですね、もう本当にどっぷり岩手を満喫しております。あ、はい、本当ですか、はい、お休みの日とかなんか、お休みの日なんかはやっぱりこう、うん、僕結構自然が好きなので、うん、あの陸前高田の隣に住田町ってあるんですけど、はい、あの種山高原にトレッキング行ったり、はいはい、あのまあ春ですと山野草を見に行ったりとか、うん、海と山が同時にある岩手沿岸地方ですからね、はいはい、本当に自然を享受して、うん、なんか結構岩手以外から来られた方の方が上手に岩手満喫してるところありますよね、うんうん、ありますね。なんか、あ、私行ったことなかったすみませんみたいなところありますもん。あ、本当ですか。うーん、なんかどうですか働いてみてっていうのはいかがですか。そうですね、うん、まあ、僕は農業という仕事なので、まあ、通勤といっても、まあ、軽トラックでちょこっとぐらいで、うん、まあ、すぐ行き帰りできますし、
あとはこう家で犬を飼ってるんですけども、それを散歩するにしてもやっぱりちょこっと足伸ばすだけでも素晴らしい景色があるので、もう本当に国立公園ですからね、あのエリアはすでに、はい、国立公園に住んでるという、はい、地域が、そっかそっか、はい、ですね。じゃあ働きやすいところももちろんありつつ、綺麗な景色を見ながら働けるっていうのも素晴らしい、ね、そうですね、本当に素晴らしいところに住んでいるなって日々実感してます、はい、でも実際こう移住するっていう時にはなんか不安とかはなかったですか？不安は特になかったですね、うん、ただやっぱり僕らの世代って結構インターネットが発展してきて、もう Amazon とか YouTube とかでこう情報とか物流もそんなにそんなに不便なくなってきたので、そんなに本当に不便はないですね。不便もなく、逆に課題みたいな、なんかこうしたかったな。課題はまあこの三陸神社をもっと広めないとなと、そうですよね、はい、いろんなところで今売ってらっしゃるんですか？そう、いや今はそんなに手広くは やってないんですけど、はい、あのまあ、先ほど小笠原さん登場、うんうん、あのお話しされてた伝承館、はい、道の駅ですとか、まあ、地域の産直ですとか、あとは銀河プラザさんでも先週からお取り扱いいただいて、うん、そうなんですね、はい、さっきね買ったってパウダーのやつ日曜日に買ったお手軽でとてもいいというコメント、ありがとうございます、はい、いただいてました、はい、紅茶、ココア、味噌汁、はい、鍋、そば、うどんなどにって、はい、うどんなど本当合いそうだし、はい、ココアもあるんですね、はい、ジンジャーココア、はい、いいですね、実は相性いいみたいです、うん、そうなんですね、はい、じゃあちょっとそばっちの方にもかけたらかけてやる、ね、はい、ね、でも美味しくなります、もっともっと、ね、はい、そばっちがかっこよくなっちゃいますね、はい、はい、あと賞味期限がこう長いのもいいですよね。そうですね、はい、来年3月9日の日付が、はい、賞味期限が入ってますけど、はい、粉にした効果ですよね、はい、本当に体に良さそうで、うん、生姜もここに持ってきていただいたんですけど、はいはい、なんかすごい綺麗、生姜輝いてますね、黄金の生姜っていう感じですね、プレゼント、あら、それはそれは、はい、私にはあそおねだり山分けかと思ったらこうすごい、すいません、ちょっとおねだりしてすいません、ズーズーしくて、はいはい、使ってみてください、大きい、うん、こんなに大きいですか？これ一つながりなんだ、そうなんです、へ、実はこう生姜ってスーパーに売ってるのってこう、うんうん、コロコロの状態だと思うんですけど、うん、はいはい、実はこうコロコロがたくさん連なってるのが、あれ切って売られてるんだ、そうなんです、そうだったのか、はい、で実は、はい、自分だけあのこうですよ、はい、こうもうすごい一つながり、はい、すごい、なんかポケモンのモンスターみたいな、確かにいるいるこういうの、ええ、わー、こういうのも初めて見るとちょっと感動しますね。すごい。あ、本当ですか。まあ、そう言っていただけると嬉しいです。なんか本当に綺麗。いただきます。美味しく、はい、すいません、おねだりしちゃって。いいありがとうございます。大切にいただきます。そしてですね、今ね、お話をお伺いしました。菊池さん以外にも岩手県で活躍される若者がいらっしゃいます。ここで岩手県出身の志田裕美さんが県内企業を訪問して若者へインタビューしている動画がありますのでご覧ください。ということでやってまいりました、場所はですね、岩中さんです。それではレッツゴー。岩手の国産品である南部鉄器を生産販売する会社になっております。南部鉄器知ってます。うわ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 、初めて見た、すごい。熱くないんですか、あれ。実際に熱いので、はい、作業する際には細心の注意を払って作業を行います。すごい、なんか2人がかりで、そうですね、やってるんですね。職人さんはいつから始めたんですか？自分は今で8年目になります。8年目、はい、間違いなく大変だと思って、はい、そうです。火も落ちるし、暑いし、かわいい、めっちゃかわいい、ね、これ女子受けめっちゃいいですね。そうですね、インスタ映えする、そうですよね、ですね、空張り豊富まあ、都のマダラはですね、あの刺身で食べれるようなグレードの鮮度のいいマダラでございます。タラ あのジューシーさとですね、あとはあの衣に生パン粉を使ってますんで、サクッというような食感があの味わえると思います。テレビでですね、あの芸人さんの方にあのタラフライを紹介いただいて、
まあ、それで全国の方に広がるような形になって、タラの美味しさをこう知っていただくっていうことができて、非常にすごいこう嬉しく思っております。一般によく想像されるような大量に生産するみたいなのではなくて、一品物ですかがメインっていう風になってるんですけども、実際に加工していると、そうですね、自分の徐々に徐々に技術が上がっていくっていうのは実感できますし、また同じ製品とかも来ることももちろんあるんですけども、そういったものでも自分で考えて時間の効率を良くしていったり、精度を上げていったりっていうのがやるたびに感じられて、全部やりましたね。物件を探すとか、司法書士のところに相談に行くとか、金融機関に相談に行くとか、その女の子のご両親にも会いましたね。結婚の挨拶みたいな感じ。私とその子となんかご両親みたいな、ちょよく分かんない場で話して、まあ大丈夫っすって言ってみたいなのとか。広い、やばい。ここで作ってるのは主に車関係に入ってる温度センサー、温度を測る。温度を測る。はい。どういうこと。これ何に使われてるやつか分かりますか。はい、炊飯じゃ。惜しいです。惜しい。最初の文字言ってください。あです。ああ待って、なんですか。すごい気になるんですけど。ね、はい、あとでね、たっぷり皆さんにもご覧いただきたいと思いますけれども、はい、本当に岩手って、ね、活躍されている方が若者でもたくさんいらっしゃいますよね。そうですね、うん、一人一人にこう物語があって、その物語をこう、はい、紹介する岩手ダヴィンチっていう感じになってますよ ね、はい、ね。そしてこの岩手ダヴィンチなんですけれども、知事のインタビューも載ってるんですよね、こちらになりますけれども、結構、はい、本の話などもこうインタビューされまして、はい、それで学生に勧める3冊って言って、こう、まあ、その筆頭に掲げているやつ今ここにあるんですけど、はい、勝海舟、氷川聖和という、勝海舟にこう弟子がインタビューした、その、それを本にしたものなんですけれどもね、これはそうですね、就活、今就職活動している人にもこう役立つようなことがあって、大胆に無用意になんていうところにはですね、世に処するにはどんな汝に出会っても臆病ではいけない、さあ何ほどでも来い、俺の体がねじれるならねじってみろという了見で事をさばいていくときは、汝が到来するほど面白みがついてきて、物事は造作もなく落着してしまうものだっつってですね、ねじれるならばねじってみろっていう、これ結構すごいパワーワードなんじゃないかと思いますね。かっこいい。あと一方で、はい、よよいのよいと、余裕と無我っていうタイトルですけどね、人には余裕というものがなくてはとても大事はできないよ、昔からともかくも一方の対象とかうんぬんかんぬん、そうだな、それを思うと西郷が忍ばれるのさ、西郷隆盛のことですね、彼は常に言っていたよ、人間一人前の仕事というものはたかが知れると言っていたよ、どうだ余裕というものはここだよって言ってですね、その、まあ、アクセスしたり焦ったりしないで、アクセスしたり焦ったりしないで、まあ、余裕を持ってっていう、余裕、ね、若者向けの言葉がいっぱいあっていいんですよね。確かに分かりやすく、はい、そうやっていろいろな言葉が、勝海舟さんの言葉が綴られている本ということですね、うんうん、他にもね2冊、3冊合計をおすすめしていただいてますし、菊池さんのねおすすめの本なんかも載ってます、はいはい、皆さんのねおすすめの本も載ってたりするので、ぜひねこの岩手ダヴィンチの隣とかに並べてほしいですよね、本屋さんにはすごい探さなきゃいけないね本屋らしくなる、ね、ぜひ、はい、並べてほしいななんてリクエストでございましたけれども、はい、ぜひね皆さんにもこちら岩手ダヴィンチ手に取って読んでいただきたいですね、はい、そして知事のねおすすめの本もぜひ読んでみてください、はい、それではですね、まあ今日は移住者を代表という形でですね、菊池さんから今ね進路ですとか就職先を選択する若者に向けてメッセージをお願いしたいと思います、はいはい、まあ、僕なりの表現で、はい、メッセージを送らせていただくと、岩手は本当に広いです。広いんですけども、僕から見るとこう真っ白なキャンバスに見えるんですね。でこう真っ白なキャンバスに本当に余白がたくさんあるのが岩手だと思ってます、うん、でそのまあ、これから就職いろんな進路歩まれる皆さんは
こう自分だけの志を立てて、その真っ白なキャンバスに自分だけのこう絵を描いていってほしいなと思います。はい、そうですね、まだまだできることがたくさんの岩手県、ね、かけるところがいっぱいあるそうですよね、はい、感じがします。はい、さあそして中田さんからもこの岩手ダヴィンチについて最後に PR をお願いします。改めて岩手にはいろいろな働き方があるんだなというふうなのは取材を通して感じました。ですので今からその就職を考える若者の皆さんですね、高校生大学生の皆さん、そういった方々にぜひ呼んでですね、ああ岩手っていろいろな本当に仕事のやり方があるんだなというふうなところを感じていただければというふうに考えております。はい、ぜひ皆さん手に取ってご覧いただきたいと思います。今日は菊池さん中田さんに来ていただきました。お二人ありがとうございました。ジンジャーもありがとうございます、はい、本当に嬉しかった。はい、ありがとうございます。はい、ということで岩手ダヴィンチ特集お送りしました。続いてはやるね岩手のコーナーに行きましょう。昨年10月の台風19号で大きな被害を受けました三陸鉄道リアス線ですが、いよいよあさって3月20日に全線の運行が再開されます。もうね、普段から9時はまず一足先に普段9時間は3月14日に、再開してまして、でいよいよ最後の、釜石と陸中山田の間、ここがあさって3月20日に運行再開となります。163キロ、日本で一番長い第三セクター鉄道が復活します。3月20日の三陸鉄道の再開を記念して、ツイッタージャパンとヤフージャパンが協力し、三陸沿岸地域を応援できる企画、ツイートは誰かの応援になるの取り組みが実施されています。ツイッターで頑張れ三鉄、または頑張れ三陸などのハッシュタグをつけてツイートやリツイートをしたり、今回制作されましたドキュメンタリー動画を見たりすることで寄付ができるという企画です。この取り組みは今月31日まで実施されています。またヤフージャパンネット募金では 3.11 企画、今私ができることとして三陸鉄道への寄付を受け付けています。寄付金は三陸鉄道の復旧のためや復旧後の利用促進に活用されますので、こちらもぜひご協力をお願いします。いよいよですね、はい、はい、また乗りに行こうと思ってらっしゃる方もたくさんいると思いますけれども、楽しみですね。はい、さあ続いては知事責任編集コミック岩手シリーズの第9弾ですね。はい、はい、こちらじゃじゃん、9弾なので9コミック岩手9です。はい、こちらもですね、うん、三陸鉄道が全線開通するのと同じ、はい、あさって20日金曜日から発売されます。こちらの今回も鉄道の度合いが高くなっていて、はい、表紙に、うん、三鉄のクジアリスが表紙にバーンと、はい、そして銀河鉄道で旅をしているというそういうイメージですね。なるほど、銀河鉄道なんですね。はい、うん、岩手ゆかりの漫画家の皆さん、13の作品を収録しています。はい、6年ぶりとなる吉田戦死者さんの漫画も載っています。楽しみ。それから2度目の執筆となりますこの世界の片隅にの河野文雄さんもあります。はい、それからサムライディーパー京の作者上条明峰さん、それから鬼踊れの篠原海春さんにも書いていただいています。豪華ですね。そうですね、こう全体としてこう非常にこうプロっぽい、クオリティの高い感じに仕上がっています。岩手ですけどね、はい、本当に、はい、はい、素晴らしいですね。いろいろなことがまた書かれている。そうですね、うん、岩手出身の声優浅沼慎太郎さんと八代拓さんのスペシャルインタビューが掲載されています。はい、浅沼さんはキツツキ探偵どころ4月から始まるアニメキツツキ探偵どころで石川拓木を演じています。これは、金田一京介や野村小道などが登場する、そういうアニメが4月から始まりますので。そうなんですよね、岩手絡みの作品です。はい、ね、岩手でも放送される、ねええ、某めんこいテレビさんで、はい、放送されることになりました。ね、素晴らしい、楽しみなんですけれども、ね、はい、岩手県出身なんですね浅沼さんって、ええ、それもすごいことですよね。はいはい、でそんな浅沼慎太郎さんのスペシャルインタビューも掲載されております。コミック岩手 Q は県内書店やインターネットのほか東京のアンテナショップ岩手銀河プラザでも販売をしていますので、ぜひお買い求めください。はい、楽しみです。はい、岩さんにぽちゃんもいます。はい、
さあ続いては3月13日岩手県公認 VTuber 岩手幸子さんが YouTube デビューしました。はい、もう見たよという方も、はい、私も見ましたけれども、はい、もうねまだ見てないという方もいらっしゃるかもしれませんので一緒に見てみましょう。どうぞ。皆さんこんにちは。この度岩手県公認 VTuber としてデビューすることになりました岩手幸子と申します。今日からこの盛岡市内にある岩手丸ごと売り込み隊の専用スタジオから岩手の魅力をお伝えしていきます。出身は岩手県岩手郡岩手町です。私の住むこの町はホッケーが盛んで町のところどころに彫刻が置いてありスポーツや芸術を身近に感じることができるんです。食べ物も美味しくて特に岩手春緑というキャベツを使った焼きうどんは絶品ですよ。今は盛岡市内で働いており毎日盛岡と二戸を結ぶ IGR 岩手銀河鉄道で通勤しています。盛岡市内から見える岩手山の風景がお気に入りです。岩手のことが本当に大好きでたくさんの人に岩手の魅力を伝えられる仕事をしてみたいなと思っていた時に観光や物産など岩手のさまざまな魅力を県内外に売り込む岩手丸ごと売り込み会の宣伝部員を募集していることを知り応募したら合格しちゃったんです。初回の今日はなんと売り込み隊の PR 担当岩手丸ごとおもてなし隊でご活躍されているマジカルカッパちゃんとさくらりんちゃんから応援メッセージをいただいたんです。岩手丸ごとおもてなし隊は県内外のイベント会場や SNS で岩手の魅力を発信する PR 隊の方々で幸子の憧れの大先輩なんです。可愛いからみんなも一緒に見てください。こんにちは。私たち岩手丸ごとおもてなし隊サンタの舞姫さくら凛岩手に生まれ銀河を泳ぐマジカルカッパちゃんでやんす岩手幸子ちゃん岩手の魅力を多くの人に伝えていけるように私たちと一緒に頑張ろうでやんす。私たちも応援しています。以上岩手丸ごとおもてなし隊でやんした。じゃあじゃあじゃあめんけなありがとうございます。ありがとうございます。いつかおもてなし隊の先輩方と共演したいなと思っているので夢が叶えられるように頑張って活動していきます。はい、見ていただきました。もう大人気、さっちゃん、さっちゃん。すごいですね。すごいコメントが。増えましたね。はい、ありがとうございます。もう本当に話題になってますね。うんうん、ツイッターでもトレンド入りしたりなんかしてましたもんね。結構熱いツイートがバンバン寄せられていて、ね、ありがたいことです。素晴らしい。いつかね、この番組でも何かコラボができるのではないかと私はすごく楽しみにしているんですが。この辺に出てきたりね、え、絡める日を私も楽しみに、はい、しております。岩手幸子の YouTube チャンネルやアカウントはご覧の通りとなっています。ぜひね、フォローしてみてください。はい、以上、やるね岩手のコーナーでした。続いては ILC 国際リニアコライダー計画についてのコーナーです。先月の20日に日本政府から引き続き ILC 計画に関心を持って国際的な意見交換を継続するとの表明がありましたね。はい。アメリカで開催された ICFA ICFA 国際将来加速期委員会の会議で文部科学省が政府見解を表明しました。国際研究者組織からは政府間の議論が行われていることを評価していただきました。また ILC 計画を準備段階に移行するため国際推進チームの設立を推奨しており ILC 計画がいよいよ具体化してきたと言えます。 ILC 実現に向けてまた一歩前進といった感じですよね、はい、また ILC の実現には県民や国民の皆さんの理解も必要とされています。先日 ILC の新しい PR 動画が完成したということで今回はその動画の一部をお見せしたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。我が国の科学技術発展や地方創生に寄与する重要なプロジェクト成果の応用範囲というのがですね格段に広がる可能性があると子どもたちの
世界観が広がるとかね、視野が広がる。次の世代に形として渡してあげることができる。世界中が集まる。でしかもイデオロギーとか文化とか国境を越えて宗教も越えて、地球の中の生き方としての一つのモデルケースなんじゃないかと。すべての物質は素粒子が集まり形作られています。私たちも地球も宇宙も、その誕生の起源は素粒子の誕生へと遡ります。宇宙はどんどん大きくなってるってことは観測的に分かっているので、っていうことは昔に戻ってみたら小さかったはずだ。で今138億光年っていうすごく大きな宇宙ですけども、昔にずっと戻っていくと、この宇宙全体が原子1個よりもずっと小さかったんだというふうに考えられています。でそうでないと今の宇宙が説明できないので、多分これは間違いないですね。38万歳の宇宙よりももっと昔の宇宙を調べようと思うと、望遠鏡では見えることができないので、どうするかって言ったら、じゃあやってみよう、ビッグバンの時に起きてたようないろんな反応を実験室の中でもう一遍やってみれば、宇宙の始まりがどんな姿だったのかっていうのが見えてくるんだ。実験室でビッグバンを再現する装置が加速器です。ILC は最先端の加速器。ビッグバン状態を再現して宇宙の誕生成り立ちを明らかにします。 ILC とはインターナショナルリニアコライダーの略で、日本語では国際リニアコライダーと呼ばれています。1990年代から米国、日本、ドイツでそれぞれ計画が提案され、技術開発が進められてきました。国内では2004年の ILC 計画の発足と日本の研究実力を受けて、2008年6月に産学官制連携による先端加速器科学技術推進協議会が、7月には超党派による ILC 推進議員連盟が発足しました。これらの活動は現在の ILC 日本建設に向けての政府間での国際的な議論へとつながっています。はい、すごい、やっぱり熱量がね、また本格的になってきましたね、うん、そうですね、はい、今ご覧いただいた動画は研究の目的をまとめたショートバージョンでしたが、波及効果やノーベル物理学賞受賞者からのメッセージなどを含めましたロングバージョンもありますので、ぜひ皆さんご覧ください、はい、以上 ILC 国際リニアコライダーのコーナーでした。続きましてプレゼントの抽選に参りましょう。前回は8万体サラダファームのアルパカのぬいぐるみ3個セットをお一人にプレゼントでした。プレゼントの応募状況はいかがだったでしょうか。今回の応募は1名の方でした。イエーイ、はい、イエーイじゃないですね。 100% の確率で当たってしまいます。はい、ということで当選したのはパーマ屋の息子さんです。おめでとうございます。素敵なお名前でございますけれども、メッセージも紹介します。フジポンタッソ知事おばんです。いつも楽しく拝見しています。アルパカのぬいぐるみ欲しさに初めてプレゼントに応募しました。この間の放送ではスイーツの試食タイムでフジポンが上手に食べられなかった姿に思わず笑ってしまいました本当にすみません。知事は本当上手でしたよね。いや、はい、まあ、上手下手の問題ではない本当に食べることが大事だから、はい、美味しくいただきました、はい、次の試食があるまでに食べる練習をしておいてくださいね、はい、S1 スイーツフェアには結局行けずじまいでしたが、来年はぜひ行ってみたいです、うん、暖かくなったらサラダファームにも行ってみようと思います、うん、というメッセージいただいております、はい、ということでパーマ屋の息子さん、アルパカさん大切に買ってください。パーマかかってる動物みたいな感じ。あ、そうですね、パーマ同士かもしれないモフモフしてください、はい、本当におめでとうございますそして今回のプレゼントです。今回はこちらですね、はい、番組の中で紹介いたしました、岩手ダヴィンチ、そしてコミック岩手 Q、 こちらをセットでお一人にプレゼントいたします。
こちらも豪華ですね。そうですね。はい。ぜひ複数の方から応募いただくことを期待します。抽選をしたいですね。ぜひお願いいたします。はい、応募はツイッターのダイレクトメッセージまたはメールでお願いします。プレゼント希望と記載の上、普段お使いのネームで番組の感想を書いてお送りください。宛先はツイッターがアカウント名、岩手県広聴広報課、ユーザー名はアットマーク PREF アンダーバー岩手です。メールが広報アットマーク PREF.iwate.jp となっています。締め切りは2週間後、4月1日。水曜日とさせていただきます。当選者は次回の放送で発表しますので、ぜひたくさんの方の、はい、ご応募をお待ちしております、はい、それでは最後に今年作成いたしました新しい復興動画をご覧いただきます。自動閉鎖システムを備えた水門と災害時に住民を誘導する野田村消防団の姿を取り上げた動画です。それではどうぞどうぞ。昔から何度も大津波を経験した岩手では水門や陸橋が多く設置されています。ここ野田村にも現在3基の水門・陸橋がありますが、震災の時は最大18メートルもの津波が村に襲来し甚大な被害を及ぼしました。津波が起きたら管理している団員が水門を閉めに行くという取り組みがありましたので、あの日も団員たちはすぐさま現地に駆けつけました。地震発生から20分後には全ての水門・陸橋を閉鎖。消防団員たちは村民の避難誘導に駆け回りました。野田村では3人の団員が津波の犠牲になりました。村を守るためとはいえ水門を閉めに行くというのは大きな危険を伴います。岩手県では2017年から新システムを導入。津波警報などが発表されると県内およそ220基の水門・陸橋が一斉に自動閉鎖するシステムです。自動閉鎖になったことで団員の命を守ることができ、安心して防災活動に集中することができるようになりました。新たな水門と陸橋、そして人々の命を守るために全力を尽くす消防団みんなの思いが野田村の安全を守る大きな砦になっています。復興新時代を岩手から。はい、動画ご覧いただきました。さあ、今日もコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。今日のコメントの中でキラリと光る印象に残るコメント紹介しましょう。そうなんだよな、いつ地震津波があるかわからないというコメント、うん、はい、本当にそうですよね。いつもはね、津波が起こらないところに住んでいても、うん、旅行している時かもしれないとかいろいろね、はい、ありますので、この言葉そうですね、うん、今日はもうこのことから始まって最後の動画もこれでという感じのことでありました、はい、しっかりと教訓として、はい、はい、過ごしていきたいと思います。今日も内容盛りだくさんでお送りしてきましたが、時間となってしまいました。次回の放送日や内容なんですが、決まり次第広聴広報課のツイッターでお知らせしますので、ぜひチェックしてください。それでは今回も岩手幸せ大作戦ポーズでお別れしましょう。皆さん大丈夫でしょうか。はい、それでは参りましょう。岩手幸せ大作戦、また来月。ではでは、バイバイ。